皆さんこんにちは、ゆうじくんです。ちょっと話をすると、巻き込みサーブあるじゃないですか。横下回転がちょっと僕試合で出せなくなりました。これガチです。サーブミスしちゃう。普段別に何も違和感ないんですけど、違和感がないというか、もうむしろ感覚がない。ただただ切る感覚がない。薄く触りすぎちゃう。ボールが飛んでいかない。ボテボテになるとか、横下だけがちょっと唯一今出せない状況になってしまいました。まあ、巻き込みサーブがなくなっちゃったら、じゃあ次は新しいサーブを生み出せばいいっていうふうに僕は思ったので、吉村マハル式アップダウンと浜川式 YG サーブを合体させたらどうなるのかなっていうふうに思ったので、練習をやってみたら意外とうまくいきました。切る瞬間の理屈とかそういうやり方は浜川さんより、フォームとかは吉村マハル選手よりの形ということで、すごくやりやすく出すことができました。しかも上も下もすごいしっくりきました。皆さんにご紹介していきたいなと思いますので、よかったら見てください。ではやっていこう。合体サーブをお見せしていきたいと思います。浜川選手の YG は、すくい上げる系の YG ですと。で、これが僕、YG のこの形から出せなかったんですよ、なかなか。横上を出すときは、こっちに、こっち側を切るようにしてあげる。これで横上ですね。っていうやり方なんですけど、こういう YG の形から、それができないんですよ。なぜかわかんないんですけど。じゃあそれを吉村マハル選手みたいに形をアップダウンにしてやってみたらどうなるかなと思ってやってみたら、肩にはまりました。吉村マハル選手のアップダウンは、まあこうやって、こうやって構えてたので、こういう風に手首一回こねるようにしてあげて、トス上げて、YG の形に入って、ここでインパクトして下ろすと。この動作の中で今の言った浜川さんのボールの底をすくい上げるように、こう切っていくやり方と、ボールのこっち側をこう取ってあげるっていう2種類のやり方を今から横下と横上をお見せしますので、まず見てみてください。いきます。横下からいきます。はい、これが横下です。この吉村マハル選手のアップダウンのフォームに付け加えてやった時にものすごくやりやすかったんですよね、僕が。なぜかこれがすごくやりやすい、入るんですよ本当に。なのでボールインパクトの瞬間は本当に浜川さんのこうボールの底を擦っていくような YG の切り方で、その後切った後にこういう風にやるんじゃなくて、そのまま下ろしてあげるっていうのが今の僕のやり方です。今度横上の方やっていきたいと思います。はい、これが横上ですね。今度ボールのこっち側ですね。ここを返していく時のこの面が自分の方に向いてるところで当ててあげると、こっち。なのでボールの底をこすっていく軌道の中でこっちにこすってあげると横上になると。これで横上、これで横上。なので僕のアップダウンの時の横上の出し方はこっちを触ってるんですよね。奥側、こう奥側を触ってます。横上、横上、横下、横上、横下、横上っていうふうに
ここで当ててるのかこっちで当ててるのかっていう違いですね。吉村マハラ式アップダウンサーブって、吉村選手が呪術回戦した時はボールの底を横に引っ張るようにこすってますと。横下の時はこっちに、こっちに、なのでボールが前に飛びにくい多分切り方だと思うんですよね。多分おそらくですけど難しい。で、横上の時はむしろ面がこう立ってるところでこう当たってますと、面が。なのでこういう切り方じゃないんですよ。面が立ったところで当てて、面を当て、立ったところで当てて下げるっていうのが吉村マハラ式のアップダウンサーブのやり方で、浜川さんの横下の切り方がこうやってすくい上げるのと、ボールの底を押し上げるのと、こっち側を取るのが浜川さんの横上の切り方というか、本当に試合で出せなくなっちゃってるんですけど、なんかサーブでダメっていう風に挫折してしまってる人も、新しいサーブを生み出そうとすることで多分それってどん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 上書きできるというか、で、もしそれがもしできるようになっていった時に、またふとしたきっかけでなんとなくこうやってみた時とかは、もしかしたらまた元に戻ってるかもしれないというのも一つのきっかけなのかなという風にも感じたので、まあ技術解説の動画プラスなんかそこのメンタルコントロールみたいな部分として、まあご紹介できたらなと思って、僕も一サーブを出せなくなってしまった側として、じゃあそれをどういう風に乗り越えるのかなっていうのを動画にできたらなと今思ったので回しております。なのでよかったら皆さんもね、この吉村マハラ選手式アップダウンサーブ、浜川さん式 YG サーブを混ぜた浜川さん、ぜひ皆さんよかったら試して練習してみてください。試合でもバンバンこれを使っていきますので、お楽しみに見てみてください。ではこれで動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。